ったね。相当辛いんじゃないでしょうか。汗がやばい。目がすごい開いてますけど。では激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで本日は私、東京は足立区綾瀬にやってまいりました。今日はですね、カンカン麺というね、お店に来てるんですけども、こちら、カンカンということでね、これ韓国のカンというのあれなんですけども、なんとこちらに激辛メニューあるということで私、本日やってまいりました。韓国料理といえばね、こうピリッと辛い唐辛子の効いた辛い料理がありますけども、こちらにもね、たくさんあるのでね、早速中に入って調査してまいりたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、早速中に入ってきたんですけど、こちらにメニュー表あります。カンカン麺ということでね、今回はね、辛い麺を頼みたいかなと思うんですけれども、いろいろこう様々なメニューがあります。豚麺、カルビ麺、牛すじ煮込み麺とか、こちらにあります。天ジャン麺、コムタン麺、マンドウ麺と、こちらのメニューに関して、ね、メニュー表に唐辛子マークがついてるんですけれども、メニュー表上にはね、1から3つ唐辛子マークがあるんですけども、一応ね、3つこれついてるのがね、辛そうかなと思うんでね。あと、ここにある通りね、唐辛子マーク1個追加、まあ辛さ増しもできるみたいなんでね、ちょっと様子見ながらやっていきたいかなと思います。どれにしようかね。鶏ダルケジャン、一番辛いやつで。一番辛いのって何なんですか？これ水は全部辛い。水辛い。なるほど。じゃあユケジャンに辛さ増し増しは5辛、今3辛でプラスは2つじゃあ5辛で、はい。あとこの辛い唐揚げ、マシマシ。はい、というわけでこちら来ました。こちらがユッケジャン辛さマシマシでございます。見てください、これ。すごいね、これ辛さだね。先ほどちょっと調理工程見させていただきましたけれども、あのね、カプサイシンソースが入ってました。これね、カプサイシンソースめちゃくちゃ辛いんだよね。辛いところだけを抽出させた、本当にすごい辛いソースがあるんですけど、それがこう入ってるんでね、これとんでもなく辛いかなと思うんですけども、見た目すごい美味しそうなんでね。はい。で、こちらは、まあ、辛い唐揚げということで、これ、まあ、ヤンニョムチキンですね。食べていきたいかなと思います。それでいきましょう。いただきます。さあ、ユッケジャン、辛さマシマシ。お手の目拝見ですということでね。スープちょっと一杯、いってみなよ。僕ですか？久しぶりの登場ということで。じゃあ、なんかやばいソースを使ってるっていう噂聞きましたけど、はい、結構やばいですか？ちなみにこれってわかんない、俺食べたことないからわかんないから。このソースはとにかくやばいと。そうですね。ちょっとこれぐらい、はい、大丈夫ですか？これぐらいいっちゃってください。いただきます。いってらっしゃい。なるほど。あ、これ後から来る激やばいやつです。これ後に響くやつですね。入れた瞬間まだ大丈夫なんですけど、後からもうこれ僕鼻水男性とか止まんなくなる。ほらあそこ行ったじゃないですか。何でしたっけ？ドレスに行きました。ああ、はいはいはい。あれと似たような。まあちょっとわかんないからいいや。わかるでしょ。じゃあ行きます。いけると思います。激辛ジョニーですから。お願いします。うん。どうでしょう。おお。後から来ないですから、うん、瞬間は大丈夫なんですけど、うん、じわじわ来る。後からじわじわ来ますけども、確かに辛い。辛いけど、はい、やっぱり、ね、激辛好きになってくると、この牛テールのね、この旨味がスープに染み渡ってる。うまい。麺の色が特殊ですね、韓国の、はい。これ韓国麺ですね。こんにゃくっぽいんで、こんにゃく麺とも呼ばれてるんですけど、こんにゃくじゃないんですけどね。よく宮崎辛麺によく使われるような、はい、宮崎県の辛麺ですね、有名な。じゃあちょっと麺どうぞいっちゃってください。ちょっと麺はあれですね、ちょっと細いって短いですね。短いですね、特徴的な。うん、あー、辛さと合わさってどうですか？確かにじわじわしびれてきます。うまいね。うまい。君はもう、君はあれでしょ、旨味を感じる前に辛さが勝っちゃった。まだダメだね。うん、熱い、熱くて辛くて、うん、これカプサイシンソース効いてるね。うん、スは辛さ3までしかないって前菜言ってます。そうですね。プラス特注ですね。3辛までは韓国唐辛子を使ってるんですけど、はい、それ以上になってくるとさっきのカプサイシンソースが入ってくるんで、一気にバンと跳ね上がりますね。次元が変わるんですね、またそのカプサイシンソースは。うん。卵、きくらげ、ニラ。これね、やっぱね、具材が具だくさんなんで非常にうまいっすね。味が染み出て。まだ唐揚げは大丈夫ですか？唐揚げソースをいくか、じゃあ。この唐揚げも通常より。あ、いや、こちらは普通のヤンニョムチキン。普通にしましたよね。普通にだったの。ヤンニョムチキン。辛い唐揚げというのはヤンニョムチキンですね。うん。うまっ。美味しいですよね。うまっ。間違いないですよね。この。うわ、うまい。甘だれをつけた。おいしい。これは甘辛い。甘辛いですね。甘さもあるのが特徴ですもんね。そうそうそう。こちらも揚げたてなんで、すごいサクサク。美味しい。結構時間が経っちゃうと、これタレがついてるんで。そうそう、衣がね、ふにゃふにゃになっちゃうんですけど。待って。取らせろ、バカやら。じゃ、ちょっと、私もいただきます。はい、ヤンニョムチキン。うまくない？これはうまい。これうまいよね。好きだわ。ご飯食べたくなっちゃう。いや、ご飯食べてないけど。ちょっと待って。はい。君を取ってる間に。汗が止まらなくなってきちゃった。カプサイシン効果だ。やっぱりじわじわきてますね。やっぱ時間が経つとすごいね。どんどんいきますね。温度なんか多いですか？普通のラージ。ちょっと多く感じますね。辛そう。冒頭紹介しましたけれども、はい、これ麺短いじゃないですか、はい、これ何で短いかって、はい、これあくまで僕の推測というか知らない文化だから言うなよ先に。もうあの手だ日本人ってラーメンとかズルズルすするじゃないですか、はい、だから日本のラーメンと麺ってすごい長いんですけど、海外ってやっぱすするってちょっとマナー違反みたいなところがあるんですよね。すすらないようにこの短さでできてるっていうのが豆知識です。さすが海外何度も言ってるだけありますね、はい、やっぱ海外の、ね、ラーメン屋とか入ったら基本みんな吸ってない。基本吸ってないね。ただ5には5に従いということで、すすらさせていただきます。日本ですか？唐揚げ、が甘くてめちゃめちゃ美味しいです。こっちがすごいスープ辛いんで、こっちの唐揚げがちょっとやや甘辛いんで、よりこうしっくりくる。そしてまた辛いものに戻ると修行ですね。うん、うん、汗がとんでもないことになってますから。麺類のスープの底は一番辛いっていうじゃないですか。確かに辛いんですけど、旨味もその分下に詰まってると。なるほど。じゃあそのそこにたどり着いた時の達成感と旨味と両方味わえると。そこにたどり着けるまで修行しないと。なるほど。今日はいけそうですか？いけそう。頑張ってください。この唐揚げがあるから。うん。うん。うん辛い唐揚げ、ヤンニョムチキン、これ、はい、普通に食べられる感じなんですか？全然食べれます。むしろ甘いですね。辛いの苦手な方で唐揚げ好きな方、これめっちゃいい、おすすめです。お酒に合うね。飲みたくなっちゃう。飲みたいです。最後これじゃあちょっといいですか？こんな一気にいけますか？すごい量お願いします。相当辛いんじゃないでしょうか。汗がやばい。目がすごい開いてますけど。完食です。ごちそうさまじゃん。うわーすごいね。最後スープガーッて、ガーッてここなんか体のどこを通ったのかが分かるぐらいきましたね。このライン燃えてるね。じゃあジョニーさん、今日の辛さレベルは？今日の辛さレベル、じゃあのユッケジャン麺辛さ増し増し、辛さレベル6でーす。 6？ 僕が演技したみたいになるじゃないですか。めちゃくちゃ辛かったですけど、上がってますかジョニーさんの辛さ感度というか。僕8ぐらいを予想してたんですけど、まさかの6。僕の感度で6。なるほど。まあこれだけ汗かきますから、はい、僕の感じだと普通に美味しく食べられるぐらいの辛さぐらいね。なるほど、うん、辛いの苦手な方とかもし食べるときはこれ辛さレベルが選べますんで、1から徐々に上げていくことをおすすめします。あとはね、辛さを和らげるようなアイスとかね。アイスもあるんだ、うん、アイスとか、まあ、お酒好きな方はマッコリ。マッコリもね、とろみがあるんでね、辛さ和らげると思うんでね、ぜひ挑戦してみてはいかがですか。ということで本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。